第1シード吉田咲の準決勝の相手は埼玉大学1年生の古賀です。古賀が大外に行ってそしてもつれたところ、これが効果になりました。吉田結局この効果ポイントを取り返せず準決勝敗退です。さあこの70キロ級は第1シード第2シードが敗れました。左側は古賀ゆきえ埼玉大学の1年生が上がってきました。そして右側も佐野夏子が敗れまして埼玉大学4年生の天尾美希が上がってきました。先輩後輩の対戦ということになりました。こちらが古賀ゆきえ大学1年生、高校選手権は1年2年ともに3位でした。そして先輩の天尾美希です。初めて新階級で行われた11月の全国の体重別で優勝しています。その時の決勝の相手が古賀でした。まあ、11月の全国体重別と同じ決勝になったということですね。はい、その時は先輩の白い鬼天尾美希が優勝を果たしています。この時は技ありを取って優勝を果たしたんですが、はい、ただお互いにシード選手を破って上がってきました。そうですね、まあ、ただこの階級はですね、はい、あの階級変更になりまして、まあ、70キロ級そして78キロ、今安野のいたクラスですね、はい、まあ、このあたり非常に日本選手としては、はい、内股ですね。はい、内股天尾が行きましたがこれはポイントになりません。層が薄いクラスなんですね、はい、ですからあの、まあ、こういった若い選手たちがですね、もっともっと力をつけていかないと世界に出た時には難しい階級ですね。なるほど。まあ、階級順番に見ていきますと66キロ級が重くなった形なんですが、はい、72キロよりも元の72キロよりも2キロ軽いということで、はい、であの海外では72キロから落としてきている選手の方が多いんですね、この階級は、はい、66キロから上げた選手にですね、はい、ですからそういう意味では非常に力強い選手たちが揃ってます、はい、さあその中に入って対していかなくてはいけない2人、さあまた天尾が内股、それを返そうという後輩の古賀。さあ先輩と後輩の対戦ということでなかなか場内も応援しにくい部分があるようで声がなかなかかからないんですが、はい、まあ、柔道のスタイルとしてはですね、はい、2人ともあの非常に正統派といいますか、はい、しっかり組み合って、まあ、今のようにですね、はい、組み合って技を出すスタイルの柔道ですね。まだお互いにポイントはありません。天尾は内股、得意の内股に入っていこうとしました。おっと逆にその内股を返していこうという感じの古賀です。天尾の内股は入れば決まれば同回、まあ、ただ天尾選手の内股っていうのはあの、はい、本当にみんな知ってますからね、なかなかやはり内股だけだとなかなかかかりません、はい、これに足技などを絡めていくともっと効果的だと思いますね。本人はどんどん行けるところが自分のいいところですと浜を話していたんですが、それが逆に脆さにもつながっているのかなという話も以前してましたが、そうですね、本人が分かっていればですね、はい、まあ、努力してですね、はい、もう少しこう技に幅というかですね、はい、そういうのが出てくるといいと思います、はい、今度は体落としでしょうか。ただ先に仕掛けるのはどうも天尾の方に見えますが、そうですね、ちょっと後輩の古賀選手遠慮してますかね、はい、まあ、11月に決勝まで行って敗れてます。今回はという気持ちはあるかと思うんですが、とにかく先ほど 山口さんからお話ありましたけども、このクラスは、過去の世界選手権オリンピックの代表が結局いなくなったクラスということ で、はい、混戦でもあります。ここで優勝することが今後の勢力図にも大きく影響してきそうですもんね。さあちょっとお互いに技が出ませんが、ね、はい、足を飛ばします古賀、そして大内、やはりいつもやってる相手ですとやりにくい部分はあると思うんですが、あると思いますね、まあ、ただタイトルは一つですからね、はい、お互いにそんなこと言ってられませんから、はい、さあまた払い腰か内股か天尾が見せましたが、しっかりとこらえています古賀です。そしてここから寝技に入ろうというのか、どうもお互いに攻撃のパターンが同じような感じがするんですが、ここまで、そうですね、あの試合自体が動いてきませんね、というのはお互いにあの攻めが単調だということですね、はい、少し相手をいなしたり崩したりというところが出てこないとですね、はい、相手が崩れてきませんね、まあ、とにかくこの大会でベテランシード選手を倒して決勝まで上がってきた2人です。優勝を果たしたいところ、さあまた天尾は内股、ちょっと強引に行きました。
そうですね、おっしゃった通り、強引ですね。強引ですか。はい、ですから、もう少しやはり、まあ、力はあるんですけれども、あまり強引でもですね、相手もやっぱり力を持ってるわけですから、かかりませんから、もう少しいろんな技からつなげていかないと技が効いてきませんね。ただ技数としてはですね、このまま終わった場合には、はい、天尾選手の方が圧倒的に技数としては多いですね。多いですか、はい、さあもう時間がなくなってきました。10秒を切ります。小賀としてはここまでちょっと押された感じです。いいところを見せて終わりたいところ。さあダメです、かかりません。ここで試合時間が終了しました。埼玉大学の先輩後輩の戦い、後輩古賀かそれとも先輩天尾か、ポイントはありませんでした。旗判定です。あ、白3本、先輩の天尾美希、11月の全国体重別に続いて後輩を下しての優勝ということになりました。技の効果としてはですね、特になかったんですけども、やはり終始天尾選手攻め続けた、それがやはり、勝ちにつながったと思いますね、はい、この初めての70キロ級この大会優勝ということになりました天尾です。それでは声を聞きましょう。それでは優勝しました天尾選手にお話を伺います。初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。この決勝戦はね、旗判定になりましたけども、どうですか、旗判定自信ありましたか。いえ、全然自分の組手にもなれなくて、ほとんど攻める場面が少なかったんで、判定でどうなるかちょっと不安でした。そして白い旗3本上がった時は、あ、嬉しかったです。この階級のね、日本女子の頂点に立ちましたよ。はい、嬉しいです。決勝の相手は大学の後輩ということだったんですけど、やっぱりやりにくいんですか。そうですね、はい、やっぱりやりにくいところはありました。まあ、今後日本の頂点に立てば当然世界ということになりますけども、まあ、今年は国際大会にも出られましたけども、これからの課題というとどういうことになりますか。そうですね、やっぱり自分の形になれないと技に出せないというところが今の試合でも多かったんで、これからもっと組手とかを研究してうまくなれるようになりたいです。はい、今後は世界でも活躍を期待しておりますので頑張ってください。ありがとうございました。さあ続いては63キロ級の決勝をご覧いただきましょう。